まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。お願いします。人狼は人を殺してください。じゃあ別なとこ押すか。どうすんだこれ。別なとこ？どうすんのこれ。別なとこで。すみません、間違えちゃいました。はい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 。わかりました。はい。申し訳ないです。はい。じゃあちょっと占い師で出てもらっていいですか。ああ、どうしましょうね。その時の流れで行きましょうよ。終わりました。はい。平和でいい。やる気ねえから人外なんか。やる気ねえもん。眠くなってきそう。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。9番のプレイヤーは発言してください。はい、特に CO なしですね。まあ、占い対抗あると思うんですけど、まあ、そうなった場合に、偽の方を人狼なのか狂人なのかっていう精査をもうしてほしいと思うな。なんでかっていうと、それをすることによって失言を煽り出すことができるからっていう感じで、まあだから結果言いたいのは、怪しいと思う方を人狼なのか狂人なのかっていうのを突き止めてほしい。3CO は多分ないと思う。以上。あ、これは別に俺が狂人やからそういうとか言うのじゃないよ。1番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。占い師で2番さんを占って2番さんに白が出てます。2番さん白です。ハートお願いします。なんか9番の言っていることなんだけど、もちろん私は太鼓の精査を入れていこうと思っているし、まあ、その次の日もし私が生きていたらの話なんだけど、まあ、そこの占い結果とかも含めて、まあ、どこがウルフなのかっていうのも提示していきたいんだけど、9番になったのは失言を拾えることができるからって言っているのはちょっとよくわからなくって、これ別に9番が人外だって言っているわけでもなく、単純になんか疑問に思ったぐらいです。まあ、なんか9番は2周目聞いてまた色精査ができればいいなとは思ってる程度です。であと役職についてはセミオープンで2周目お願いします。遅くとも9番の2周目の位置でお願いします。占い幅を狭めていきたいと思っているので協力してください。2番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、1番さん占い師で僕に白っていう子なんですけど、僕占い師です、はい、9番さん白ね。9番さん白、うん、だからなんだろうね。うん、まあ、1番さんがそのローで出てるのか強で出てるのかっていう発言なんだけど、今の現時点では分かりません。はい、ただ分かるのは9番が白結果っていうことなので19ではないっていうことだけは明白に分かってます。はい、ただそれだけです。うん、まあ、役に関しては基本9番の位置で、まあ、私は騎士です、ハンターですとかじゃなくて、別に役 CO 出る方が占い幅狭まるから楽かなと僕自身は思ってますね。はい、まあ各々に任せますけど、僕は普通に占い幅狭めて勝ちたいなと思ってます。はい、3番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、ですね、2番が1が白で2番は9白？うん。これは何なんでしょう。今2白ってことは2番がこのままだとマックス強靭ですね。うん、9番怪しいなと思ってたんですけどね。1番の言う通り怪しいなと思ってたから、強靭がね、9番やばいと思ってローだと思って囲ったパターンありますね。
父の言う通り9番は睨んでましたね。怪しいって。変な発言。なんかは、ね、そういう、ね、指定のね、汲み取れる。いや、まあ、なかなか難しいと思いますけどね。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、すみません。ちょっと学校な、もう学校行かないといけないんで、騎士。5番のプレイヤーは発言してください。学校行かないといけないんで、騎士。騎士なんかいないんですよ、この部屋。カリウドとハンターなんで、4人外かな。まあいいや、4はかませとけばいいか。俺思うんだけど、1が人狼で、2が、死んで、9が狂人だと思うよ。だから9スローよ、今日ね。はい、あれしょ、3番さん目線は、1が死んで、2が狂人で、やばい発言した9を囲ったっていうんでしょ。だから、どのみち9ってあれじゃん。人外じゃん。俺9のね、人外要素ってね、占い3、4にはなんないでしょって言ったとこ、全然わかんないじゃん。9がさ、スムラだったら、誰かね、占い3、4にないなんて言えない。9番さ、9ってさ、どちらかの人外で絶対。はい、9釣り。6番のプレイヤーは発言してください。4番さ、その学校行くんだったらさ、人狼すんねん、お前。マジで。迷惑なんだけど、やめろよ。迷惑やで、ほんま。で、俺も9番人外かなって思ってる。っていうか、1番が破綻してんのか、これ。2番がじゃあ真かな。じゃあ9番釣った後に1番でいいのかな、これ。ごめん、全然話聞いてなかった。途中からしか聞いてなかった。ちょっと待って、2周目頑張るわ。ごめん、ほんと聞いてなかった。ごめん、把握してない。申し訳ない、ほんと。7番のプレイヤーは発言してください。6番は4番に切れてる割に全然話聞いてなくて、はちゃめちゃだなと思いました。1、2の真偽は私はつけれないのかな。1番の発言から黒要素は拾えてない。はい、グレーで釣りたいのは5、6、なんか急釣りをしてるから、そんな別に急の発言黒いと思わなかったかな。はい、なんか役あるんですけど、相方っぽいのが4番なので、なんかもう一人に任せようって思ってたけど、任せられないなと思って、ちょっと心細いです。8番のプレイヤーは発言してください。グレーは、まあ、3、5、6か。今のところ。どれ釣ってもいいかなって気はしてるかな。まあ理由としては、まず3番の、まあ、9番が怪しかったっていう、まあ、1番と同様にって言ったけど、1番は、取ってる部分は一緒なんだけど、怪しいっつってないのよ。それが怪しいかどうかっていうよりかは、その失言が拾える、要は偽だと思う占い師の共同精査をすることに、理由としては失言が拾えるっていうのはどういうことって率直に思ったっていうだけなんで、取ってる要素は同じだけど、3番は1番と同様に怪しいっていう内容は違いますね。はい、で5番は、まあ、4番が人外って言って、でじゃあかませときゃいいかっつってんだけど、9番を狂人だと思ってたら4番が人狼になるから、かませときゃいいかっていう表現がまずそもそも変で、で6番は、まあ、今7番が言ったような感じだね。はい、まあ、把握もしてんのかな。2番は急所です。6番。9番のプレイヤーは発言してください。5番訳しいよね。まあとりあえずなんか3と5の3、4はないやろっていう、まあこれはもう5が今のところ白あれやから、別に白を疑うとかそういうのじゃないけど、3、4なんかある、全然あるでしょって言うけど、それ結果論やからな。まあ、破綻してるから、破綻じゃあ1、2が被ってるからそう見えるだけであって、別に、被ってなかったら別にそんな、人狼がわざわざ出ようと思わへんやなって、まあ、これ1、2どっちやろな。共通るべきなのは、あと1ってどこに白出してんだっけ。
わからんなと。で、俺、普通に3釣りたいな。2は結構死んでやってる。以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。まあ、9番2周目めちゃくちゃ微妙やなと思ってて、まあ、2番の新要素がまず話されていないのと、2番強靭なんでグレーに二郎がいるんですけど、まあ、そもそも3番が、1番がね、9番に対して怪しいと言っていなくって、なんか感じている視点、内容に関しては一緒なんだけど、まあ、1番は怪しんでないんですよね。じゃあ3番の中で、じゃあ9番が黒く見えたわけですよね。だったら3番の2周目で9番が黒くなったのか、まあ、余計黒くなったのか白くなったのかをまず聞きたくって、もし黒いと思ってるなら9番の相方位置を提示してほしいのと、まあ、割と9番6番があるのかなと思ってるのね。4番5番が役でしょ。でなんか6番の視点の中でね、2番の白崎を把握漏れしたとて、なんか6番9番のなんかライン切りに割と見えてるかな。はい、9番の陣外予想拾えないですよ、1周目で。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、4、5、7が役ってことでいいんですかね。てか、この場面で別に4がね、多分、まあ、狩人確定なら5か7がハンターっていうことで。うん、まあ、別に今日はほっといて、グレー釣りの方がいいのかな、わからんけど、まあ、その方がいいんか。だった場合でも、あのね、4が普通に出てる時点で、どっか、まあ、例えば、まあ、6釣られましたって。絶対2噛むんだよ。無理ゲーだ。って考えてもな。まあ、普通に考えて、7、あのね、みんな考察してん、ちゃんと考察してた8番だけなんだよね、ほぼ。7番さんも、ほぼなんか、役に対してってことだけだったから、あんまなんかグレーって結構むずいね、これ。3番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね。うん。あの、5番が言う通り、9番強靭だと思って釣るって一番いいと思います。9番から釣って、やったらいいじゃないですか。確定陣外落とせばいいと思うんで。ね、だからそれでいいんじゃないですか。9釣って。で、ね、占い結果と。それで村が勝ちますよ。5番しか役出てないよ。ということで、5番、以外を、ね、すればいいだけだと思います。4番と5番だ。そうだ、4番と5番だから。よって、9番の色見したらいいじゃないですか。5番が言う通り、5番が引っ張っていかなきゃいけない。4番はいないようなもんだからね。てか学校なのになんでやってんだろうね。急釣り。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。みんな学校って言って怒ってるでしょ。ごめんなさいね。でも学校もう着いたんで今。今つけました。なんでみんなの発言も聞いてましたよ。現状、まあそうですね。3番さんと同意見で、もう9からでお願いします。5番。のプレイヤーは発言してください。なんか7がごちゃごちゃ言ってたけど、7って訳しようしてんの？あの、訳打って、7番。あの、なんかアーマーの訳、はい、何訳。訳明かして、だって4が、4と7どちらかに陣がいいんだけど。え、言わなかったら7するよ。7するよ。4、新進行いくよ。あ、今日7釣り。俺7級ロール、4進の、1。かり。はい。じゃあなんであの4のことは、対抗でもすでに出てんのに、あれだった？言わずと知れた俺ハンターだからね。はい。なんで4が対抗で出てんのに4のことを、ほっといたの？はい。7釣り!6 番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いやー、7番さん、それはちょっと、きついなぁ。ちょっと信用できないな、それは俺も。悪いけど。なんで4番さん出た時に太鼓出てなかった？うん。なんか俺の指摘だけで、まあそれは7番さんの俺の指摘、ごもっともなんですけど、4番さんに切れといて、俺話聞いてないんか言って。ただ、忘れてただけ？いや、おかしいよな、それでも。
まあ、俺も7釣りで、今日は7釣りでいいんじゃないかなと思います。7番のプレイヤーは発言してください。なんかやばい人がハンター引いてしまって残念な村だなっていう感じで、3番も全然話聞いてないみたいだし、なんで急釣りになるのかなって思ってて、で3番に乗っかって急釣りって言ってる4番を死んでみる5番って残念だなと思ってるのと、役って出とけばさ、5番さん目線さ、47どっちがんどっちがんど7番にそこまで狩りって言わせる必要は別に5番さん目線なくないか。で別に6番に対抗として出るべきって言われたけど、私が狩りだから対抗も何も。で2周目に入って4番以外で役が出なかったら4番ハンターってことだし、そんな間違ったことをしたかなと思ってるから、とりあえず4番釣っとけばいいんじゃないと思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。まあ3番やばかったね、正直。発言に関してはな、全体的に意味わかんなかった、聞いてて。2周目に関しては、はい。で、まあ占いは多分1、2世だろうで3番に挙げてる言及ってまあほぼ俺のパクリだし、その上で俺の評価が一言も触れてないところと、6、9ガールのラインが一番濃厚って言ってるのであんま要素もピンとこないんで、まあ、普通に1番2世で2番真の9しろっていう結果は残ってて、まあ、4はちょっと難しいけど、まあどうなんだろうね。まあ雰囲気、主観だったら7の方が真っぽいんだけど、まあただまあ7番の今の発言自体はね、まあ出ときゃよかったんじゃないみたいな感じだけどね。3人役職出てるんだったら、まあ4番だけが仮しようっつってるんだったら5番目線、まあ47って分かるじゃんとか言ってるけど、5番からしたら7番の役職がハンターって言ったら確実に7番が5番目線は偽だけど、5番からしたら騎士かどうかっていうところだから、7番の騎士だったら4と7の対比が必要だから、まあ早い段階で出ときゃいいんじゃねっていう感じはあるけど、まあ、でもこの感じはまあ7神っぽいけどね。なんで、まあ、どうしよう。7釣りする?まあいっか。7-4、7-4-6。いや、でも2守らせたいな、正直。2守らせたいから、1釣りじゃない ?1 釣りの2声じゃない?ダブルで。がいいと思うけど、俺は。あ、でも、俺が決めれるのか。いや、そうしよう。一緒、リしかないでしょ、これ。一釣りの二声じゃない。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。はい、なんかもう占い師からも見放されちゃった感じで4どこ4、なんか出方悪かったならごめんやけどさ、4の発言聞いてどこがシンカリだと思った。マジですげえな。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。これ2番人狼はカメでしょ。これ人を殺してください。はい、もう自由に好きなようにやってください。はい、任せます。はいはい、順番紙で、はいはいはい、1、はい、もう一人押せば噛めるんで、はい。はい、チンチン。Thank you.
朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。うん。普通に考えても四進進行でいくんでしょ？ほら、おばさんに決めてもらうしかないじゃないですか。1番行くか。1番が八代ね。まあ、何だったんだろうね。7番はもう何かの釣り逃れだから。まあ、9落としても1落としても、まあ、どっち陣外だから、その後、8、6の審議をする。もう4つらの進行を取るならそれでいいと思います。あの出方はやっぱ死んで追えないですもんね。俺別に1、2はね、まあ1でも9でもいいんじゃないですか。おばあさんに進行を任せます。はい。まあまだ、まあね。そうだよね。うん。だからこれで終わりそうですよね。7、9、1釣り切れば。うん。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、7で1陣外落ちたんで、7強かなとも思ったんですけど、まあ、1陣外落ちてると思うんで、9行けばそもそもほぼほぼ終わるんじゃないですかね。9で。5番のプレイヤーは発言してください。4破綻してるけどな。4ってさ、7が強陣だったらさ、1角黒だから。1が2にしろっていうか、1って角黒だから7が強陣の時って。で4破綻してるからね。はい。で4新騎士だったら2守るよ、絶対。何やってんの ?2 噛まれんじゃん。どう考えたら2が死んでしかねえんだよ。だから9隠しろ。1釣るね、今日。はい、今日1釣ります。で、4番さん、あなたもし死んであれば、俺のこと守ってね。だって昨日1守ってんでしょ、俺のこと守れるでしょ。はい。で、俺噛まれたら4に発砲するから、残ったやつで頑張って。今日もう1絶対人狼だと思ってから、はい。さよなら1番さん。あ、今日全員で1投票ね。はい。4の今さ、破綻してるの分かるよね。7強陣だったら1か 黒なのに9いくっつってから、はい、2番さんが死ん占いってことになるか、7強陣の場合ね。だから4破綻してる。今日1釣りね、全員で1釣り。はい、以上。4番はあの死んだったら俺守ってね。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや待って、これミスったな。7番進化これ。え、なんで4番1守ったの？普通に考えて2でしょ。え、なんで？いや、まあとりあえず9は白だから、うん。で、まあ3と8だけど、俺目線3がちょっと怪しいなと思ってる。うん。まあ最初の時もそうだけど、まあ何らかしらなんかもう、とりあえず便乗しとけばいいみたいな。そんな感じにしか見えないな。うん。まあとりあえず俺も今日は5番さんと同じで、1番釣りで。さあ、なんで俺だけ追加できないの？不利だろこれ。おい、ふざけんなよ、ほんとに。なんでコイン追加できないんだよ。うん、まあとりあえず1番釣りで。はい、以上。8番。のプレイヤーは発言してください。いや、まあコインないんだったらまあ買うしかないんじゃない。うん、まあ4なら審議明確にはつかないから、両方とも2守らせた方がよかったけどね。7審の時に2守れないんだからっていうのが、まあ、僕の昨日の懸念で、で結果そうなってしまったっていうことなんで、はい。発言精査で昨日1が2世って俺は分かったから、1周目は分かんなかったよ、まだ。状況的にはまあ、2白で出てきたっていうのであるっちゃあるけど、発言では分かんなかったけど、2周目の発言は1の方が2世だと、それは昨日言った。で、まあいいや、1釣りの4釣りまではまあ確定してるでしょ？ 1 釣り4釣りからの、まあ、3、6精査。まあこれも俺若干もうついちゃってんだけど、まあ多分普通に3行くよ、俺は。昨日投票も意味わかんないし、急投票でしょ。3番の急投票が謎だし、なんか発言もやばい、なんかずっとって感じ。6番は
まあ昨日の7釣りに持ってったのが、まあ7の発言がまだ前だったから、出方うんぬんっていうのは若干まあ微妙だっていうのは分かるし、1周目は4番への指摘とかは、まあ、6番お前もだろっていう不当さはあったけど、3に比べたらマシなんで、まあ縄の使い方は、まあ、143で多分ほぼ確定って感じ。14は確定してる。36はまあこれ以降だけど、今のところ3の方がまあ8割方多分いっちゃうなっていう感じですね。はい。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、14の後3行くっていうの、全然俺も一緒やけど、ただ8の1個間違ってるとこがあって、それ6をちゃんと精査してるってこと。6なんか精査したらやん。5の便乗でしかないねんから。だからそれで印象いいっていうのってちょっとちゃうな。マジで聞いたら分かるわ。6はマジで5の便乗しかしてないんだ。まあでも俺は1、4行ってから3行くな。はい、以上。1番のプレイヤーは発言してください。まあ1でいいんですけど、占い審議はあなたたちミスっていて、まあ、1番の偽要素が8番さん偽要素になってないです。まあ、ただ私も3番4番やと思ってるので、まあ、なんか勝てるかなとは思ってます、村がね。まず3番でおかしいところ、人外要素を1つ挙げるんですけど、そもそも9番釣りって言っているのがおかしいのね。だって私死んだけど9番の白変えますよ、普通に。だって2番が強靭で9番囲われていた場合って、わざわざ2を噛む必要がないと思ってるのね。それだったら1番噛めばいいと思ってるから、だから9番の紙じゃないんですよ、2番紙っていうのが。だから3番4番だと思っていて、4番のおかしいところは1守りじゃないです、普通は5守りです、あなたがするのは。わかりますか、言ってること。あと7番強靭で置くんだったら1番偽なん で9番に対して釣りをしている4番が偽ですね。3番4番ロールを2番強靭で提出します。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ明日4番釣って3番釣れば終わると思ってます。まあ、なんか2番が強靭で出るわけがないとか、そういう考察してる方もいらっしゃったんですけど、まず8番さんに返しておきますね。私が6番と9番があるんじゃないかっていうのは、まあ、そもそも9番の1周目の発言で人外要素は拾えないですよねって、だから6番と9番が普通にやり合ってるだけなんじゃないかっていう考察を落としてるのね。プラス6番が1番に対して偽だっていう主張をしておいて、それで9番なんて思ってるのね。だから6番9番があるんじゃないかっていうのは実時点では自然な考察なんですよ。でプラスね、2番を護衛宅に入れようとしている8番が4番7番のどちらかの狼とつながってると思った。まあ、そもそも占い釣りがない、1番が芯切れる様子じゃないんで反省してください。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。はい、これ何なの、野球なのかね。4番かな、4番があったりが分かんないけど、まあどこでもいいですよ。もう野球一人いる。うん、もう8巻でも、もう5巻でも、あ、もう 5番に打ってもらって、5番行ってリア球だから4打ってくれるわ。5番だ。4番飼育士だったら7ってリア球しないと思うんだよな。7リア球しねえはずなんだよな。うん、5に8歩ヒロちゃん完璧眠ってたの分かりますか。眠ってた、横になってた話です。適当にやってました。今日スーパー適当。これで新規しだったら震えるわ、もう。朝が来ました。昨夜死んだのは、
5番ハンターは発砲3番のプレイヤーがハンターに道連れにされました。6番のプレイヤーは発言してください。とりあえず今日6釣りじゃない、間違えた、ごめん。とりあえず今日4釣りで、うん、4釣りでいいと思います、僕は。はい、4で終わるんじゃないかな、これ。うん。とりあえず4釣りで、僕は4に入れます。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ4釣りしかないか。まあ4リア強の16ローの3強とか、まあ、この辺だけ、まあ、まあでもしょうがないね。ありえるけど考えても仕方ないわ。4釣りします。9番のプレイヤーは発言してください。4守り先言ってないからリアルにリア強あるけどな。いや、これで4がリア強やった時に俺は6に報われてほしいと思うから。よく行きたい気持ちは山々やねんけど。どうやろ。まあでも結果言ってないしな。結局2分の1やねん。4番リア強やったらリア強って言ってほしいな。こちら。4番のプレイヤーは発言してください。投票を始めてください。4番のプレイヤーは発言してください。ああ、それだ、これ。どちらかリア強だけど、こいつらと思うけど、リア強で勝とうとしてるっていう、もうありえねえと思ってるけど。あ、画面じゃねえ、音消すんだったわ。リクライニングでお願いしますって言ってから学校じゃねえじゃん、絶対こいつ荒らしたわ、もう。のプレイヤーは発言してください。いや、9番さん、意味がわからないんだけど、なんでこの状況で俺に入れるの？え、本当に意味がわからない。なんで対抗で4番出てんだよ。4つって終わりじゃないの？普通に考えて。え、リア強？こいつ。接続切れだし、意味がわからないんだけど、本当面白くねえな、このゲームマジで。とりあえず4つるしかないでしょ、これ。投票を始めてください。
夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは9番。4番のプレイヤーは発言してください。プレイヤーは発言してください。4。8番のプレイヤーは投票を発言してください。4番のプレイヤーが選ばれました。これは8番が悪くないんだよ。もう8番がこれ悪くないっつーのよ。